はい今回は大阪万博に関するニュースこちらを考えていきます大阪万博の遠足休憩所がメタンガス爆発現場というやばいことが分かり大きく炎上している内容ですおかしいとしか思えないんですねでこの大阪万博のニュースですねまあ、僕はあの見つけるといつも取り上げてお伝えしてるんですがああのまあ、リスナー様も考え方が同じ方が多くいらっしゃると思いますが大阪万博断固反対です IR、断固反対でです。すす。の復興支援を最優先するべきですずっとそう思ってますが、まあ、それをしない維新の会、自民党ですね。え、なんだか知りませんが、維新の会はあまあまあ支持されているとかっていうことがね、ニュースで出てるんですが、なんでこんなことをやってるところが支持されてるのか、わけわからないとしか思えないじゃないですか。まあ、そういうことも思いますし、えー、まあ今回、ニュースになっていることもありますが、 それより何よりやはり sns でですねこの状況がおかしいと思っている方が多くいらっしゃって様々な意見がまあ寄せられているんですねその中で気になる意見を一つずつ考えてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願い致しますまずこの大阪万博のですねこの工事のメタンガスの爆発の事故なんですがこちらのまあことについてまずほとんど報道しないというのがおかしいんですが 明らかに何かしらのことを、えー、マスコミは隠している可能性があるんですね。で、これっていうのは、僕以外の方も思ってる方、リスナー様も思ってる方、いらっしゃるかと思いますが、大阪万博の工事中にですね、このメタンガスが爆発した画像が出てるんですが、一部のところしか出ていない,い,ないんですね。だからその奥っていうか、隠れてるところがあるんですが、そこにあの何が隠されてるのかっていうことが全くわからないんですよ。 明だから実はもう少し、えー、もう少しではなくかなり大掛かりな事故だったのかもしれませんがその事故を小さく見せているそういった可能性があるんですねなぜ爆発した部分の全体像を出さないのかっていうのが非常に疑問です何かしら不都合をあの、ね、分かってはいけないことがあるその事故を小さく抑えようとしているそういったマスコミ、えー、内いですね まあ、そのなんていうのかな、裏側からその政治の力が働いていると、そう疑う、まあ、内容です。で、マスコミっていうのは、このね、大阪万博の工事中に起きたメタンガスの爆発事故について、ほとんど触れないんですね、おかしいとしか思いません。で、工事中にこういった事故が起こるってことで、危険だとしか思えない、この場所なんですが、ここにですね、子どもをどん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 連れて行こうという,っていう、ね、そういった動きを維新の会が見,見せていると。で 当たり前ですがあ、こんな事故が起こった場所にですね、子どもを遠足で、まあ、連れていくことなんて危ないからやめるべきなわけですよ。しかし何かっていうと、大阪万博の遠足の休憩所はそのメタンガスが爆発した、そこ、まさにそこの現場なんですね。で、大阪府が児童、生徒を無料で招待するとかっていうんですが、ただでも行くかっていう話なわけですよ。 維新の会この大阪府ねおかしいとしか思いませんで実際ここにですねかなり意見が集まっており大阪万博は今からでも中止するべきで多くの人が中止しろって言ってるにもかかわらずそれをまあ強引にやること自体民意を無視しているでどうしても大阪万博をやるんだったらあ客を入れない無,無観客の万博にしろっていうことですなぜかというと事故が起きた時に人が亡くなるからです 一般国民をこういった、ね、危険を伴うことに巻き込むなっていう話です。僕はあの事故が起こると思ってます。だからあ、こんなところに行くべきではないと思ってますし、危険でしかないんですね。で、例えばそういったあの、まあ、疑惑とか疑念を持たれたくないのであれば、その先ほどの、ね、大阪万博の工事中に起きたメタンガスの爆発事故のすべてをまず明かすべきですし、そういったことできちんと、まあ、対応できないんですけどね、この夢島っていうのはね、あの えー、地,盤が地盤の下の方にさまざまなガスが溜まってるんでそんなことはもう対応できないんでつまりこういった危険な場所に子供を連れていくなっていう声が多数なんですね子供だけでなく大人も行きたくない、うん、でおそらく子供をね事、えー、業っていうことで、まあ、大阪府で連れていくんでしょうけど絶対にこんなことをしてはいけないんですねだから維新の会っていうのはこの大阪万博に人が全然今集まらないっていうことでもうなりふり構わずいろんなことをしてるんですがあ危険しかないわけですよ だってあの、爆発する可能性のあるところに子供を連れていくって何って話じゃないですか。全然大阪万博に人が集まらないから、入場者を増やす、そのために、えー、事故を、危険を伴うところに、えー、子供を連れて行かせようとする、維新の会のおかしさが出てるわけですよ。で、えー、これ、僕以外の人み、皆さんも思うと思いますが、このメタンガスが爆発したところ、そして再び再度爆発する、ね、危険性を秘めているところに、 子供生徒を連れて行くなんて完全におかしいとしか思えない思えないわけですよ。親としては断固反対だってあの子供のお昼ご飯を食べる場所がですねこのメタンガスが爆発したあその事故のね、えー、その場所っていうことなんでね、うん、完全におかしいじゃないですか。 だからあの、もうこういったことが分かっている以上、子供をおあの大阪万博に行かせない、でどうしても学校に行くというのは学校に行かせないぐらいの覚悟が必要ですよ。だってもし事故があったらあ取り返しがつかないことになりますからね、人が亡くなるという可能性が出,出ているわけですよ。うん、でさらに、それ以外の問題点というのもあるんですよ。どういう問題点かと言いますと、 今、ですねこの大阪万博の工事をしておりますが、この工事をしている作業員の方たちも、また再び事故がね、そのガス爆発が起こるかわからないわけですよ。そういった非常に危険な中、大阪万博の工事をしています。即中止するべきだと思います。そしてそう思っている人はかなり多いんじゃないかと思います。で、ここからニュースを考えていきますが、大阪のですね維新の会の吉村博文は何を言っているのか、もう言っていることの意味がわからない。うん、で 子どもや孫のための政治を行ってほしいという高齢者が多いからということで、吉村はですねこの5月13日に会見した際に次期衆院選の公約に0歳児への選挙権付与を盛り込むということなんですね若い世代の。若い世代を中心とする政治への展開を転換を訴える意味がわからないですよ。ゼロ歳の子供に選挙権をって 何言ってんだって話ですよ。考えればわかるじゃないですか？こういうことを本気で言ってる時点でもおかしいとかしか思えないんですよね。うんで、えー、この子や孫のためとかって言うんだったら、大阪万博のガスが爆発したところに、これからの子供、あるいは孫世代を連れて行くのって危ないですよね、えー、矛盾してますよね。完全に矛盾してるんですよ。だから大阪万博に人が集まらないから、もはや維新の会なりふり構わず、何でもするっていうことですね。 大阪府は万博に府内の小中高と特別支援学級の児童85万人を無料招待するっていうことをまあ計画していると夏休み前に1日1万4000人の児童のまあまあ来場を見込んでいるっていうことなんですねで学校側へまあ調査して遠足とか参加希望のまあ交通手段とかを聞き取りを進めているってことなんですが 全くおかしいですね。でこれ、大阪万博についてですね、共産党のまあ議員の方、辰巳幸太郎さんという議員の方が過去に SNS に投稿された内容で、今回もこちらがまあ投稿されているんですが、パビリオンが選べないんですね、抽選。まず、これで見たいものが見れないのに行くのが意味がわからないし、次、ここですね。 万博駐車場から入り口まで1キロ徒歩を移動すると小学校1年生だと30分かかるということでこれ暑いえ真夏の炎天下で小学生がこんなところで歩いたら倒れるということはわからないのかという話ですね。で、児童・生徒は1.4万人ということで昼食をとる団体休憩所が2000人までということなんで入りきれないじゃないですか。で、この休憩所っていうのはリングからも遠いということなんで何がしたいのか全く意味がわからないんですよ。 でこの子どもが休憩する夢島一区っていうところなんですがここがですねメタンガスが1日1トン以上出ている埋め立て地で会場まで30分歩く興味のないパビリオンを見せられたあげお昼ご飯の場所も取れないということなんですが今回のこれなんですよねこの休憩場所がですねこのメタンガスが爆発したところとほぼ変わらないとか、まあ、そういったことなんですよ。お昼ご飯の場所が そのメタンガスが爆発したところっていうことで,すで、す、え、副、ー、教育庁の資料によれば、万博会場となる夢島の、まあ、屋外イベントのところがです、ね、メタンガスによる爆発事故が起きた夢あ1区に設置されるということなんで、おかしいとしか思えないということが、こちらですね、えー、このニュースでなって、話題になって、とても批判、非難されているということで、おかしいとしか思えないじゃないですか、どう考えてもね。 でこの夢島一区っていうのはメタンガスが1日1トン以上出ている埋め立て地ということで非常に危険なんですね。そこに子どもを連れていく、おかしいじゃないですか。学校側としても何をね、どういったことが起こるかわからない。不安、心配しかないんですね。で吉村はこのメタンガスの爆発事故が起きたけれども安全だから大丈夫である。そういうことも言ってないんですよ。だから完全に都合の悪いことは言わないということ。おかしいとしか思えませんから。でこの 団体休憩所はパビリオンが密集する巨大リングからも離れており、えー、まあその会場内の、まあまあ、配置にもまあおかしなところがあるということで,、うん、でこの夢島行くから休憩所を移さないのかということを言ったんですが万博協会は答えなかったということでこの万博協会っていうのはもう終わってますからね。 維新の会、自民党、この万博協会は終わってます。で背後に遠丸と米がいて、えー、利権のためにやってるとしか思えない、そしてその後の火事の IR が本当の目的なんで、おそらくこのままいけば大阪万博で事故が起こる可能性は非常に高いですね。で、そのガス抜き処理をしてるとかって言っても、ね、どうだかわからないし、また事故が起こる可能性ってのは非常に高いんですよ。 だから、子供が犠牲になる可能性があるんで、こんなところに行かせてはいけないっていう、そういった話なんですが、維新の会はそういうことを全くお構いなしに無視してやってるということで、うん、こういった状況下において、大阪万博の工事をしていること自体が異常ですから、さっさと大阪万博の工事をやめるべきです。そして皆さんも思ってるでしょうし、僕も思うことですが、この大阪万博の工事を即やめて、お金とか人とか建築資材を、能登の復興支援に回すべきです。 もう能登が揺れがあってから4ヶ月経ってますが全然状況が変わっていない復興が全くなされていないむしろ状況が悪くなっている人が亡くなったりそういった状況ですそれが分かってます最後にもう1回言います大阪万博断固反対カジノ IR 断固反対能登の復興支援を最優先に考えるべきだと思いますあの僕はですねこの大阪万博っていうのはおかしいことしかないと思ってるんですがこのまま行ったらおそらく大阪万博で 事故が起きると思いますよで事前に起きることがわかるわけじゃないですかすでに起きたんですからこのメタンガスの爆発っていうのはねそれでもやる時点でね利権なのかなんか知りませんけど今だけ金だけ自分だけなのか知りませんけどやめろって感じです本当に国民はこんな大阪万博のねようなあのどうでもいいこんなイベントを望んでないとそれよりは能登の復興支援を本当最優先にするべきそう思いますっていうことで今回はこの大阪万博のニュースについてお伝えいたしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。